皆さんこんにちは。こんにちは。ゲタラジュニアでーす。マロでーす。まーちゃんでーす。おーい。おい。何やってんだよ。おい。マロ。やめてくださいよ。撮影中なんで。何見てんだよ。ちょっとやめてくださいよ。なんか差し入れもらったらしいぞ。今日すごいお客さんからね、かなりの差し入れいただきましたね。そうです。ワイミさんです。横浜のワイミさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。早速。いただきますか。どうしますか、ジュニア君。どれから行くかな。どれかしら。おっと。どら焼きもらっちゃおうかな。いただいちゃいましょうか。あれ、マロどこ行ってんだよ、マロ。おい、ごめんごめん。マロがどっかいなくなったぞ。おかしいな。そうそう。よいしょ。座ってください。どら焼きもらっちゃおうかな。はい、マロ君、ちょっと座って。どうぞ。そう行きますか。マロ、マロ行くだぜ。はい、来た。ほら、いいね、いいね。ほら。そうです、そうです。マロちゃん、マロちゃん、完全に完全にジュニア君の視線が気にしてるので、せっかく今日お揃いのシャツにしたんですが、そうなんです、せっかくお揃いのシャツなのに、広島の K さんからいただいたジュニアとマロのお揃いの T シャツです。色違い、よかったですね、マロ君。美味しいですか。すごいな、めっちゃうまいっす。あ、ジュニア君はね、マイペースで食べてますけど、マロ君はもう必死。いつジュニアに取られるか分かんない。自分の口に今のうちにゲートがないとね、いるのに必死だね。ありがとうございます。ジュニア君はゆっくりマイペースでーす。あ、先ほどね、トマトいただいた、あ、トマトいただいたり、ブロッコリーもあったり、あ、嬉しいの汁、あとブロッコリーもみかんもね、みかんと栗がこんなに、あ、袋いっぱいにね、いただきました。ありがとうございます。あとはこちら、横浜からということで、すごいな、崎陽軒です。これはありがとうございます。いただきます。ごちそうさまです。ありがとうございます。本当に皆様、僕も何も食ってませんからね。僕の、あ、そうですね、自分のものにしました。はい、ジュニア君マイペース、あずみさんでしたね。大きかったんじゃないの。ちょっとどら焼き1個でかかったんですよ、ね、っていうか、せっかく仕切りのブロックがあるのに全然意味がないぐらい。そうですね、マル君、マル君、ジュニア君、威嚇しちゃダメですよ。はい、共演しました。はい、もみじ祭りも頑張りましたんで、本当お疲れ様でした、お二人さん。ありがとうございます。やったーっつって、頑張ったな、お前もなーっつって。お前こそ頑張ったじゃない。これがなんか邪魔になってきましたね。邪魔になってきましたね。これいいですね、もうね。本当に頑張ってくれましたね。今はちょっと美味しいものをいただいて、はい、まあ、今日はこれぐらいにしておきますか。そうですね、年末年始向けてまた頑張りましょう。頑張ります。皆様、はい、また応援よろしくお願いします。はい、マロでした。はい、ジュニアでした。近いな、おい、ジュニア。ちょっと座ってください、ジュニア君。座って。遊んでる場合じゃないよ、君たちね。そう。こら。乱暴なんだよな、お前は。生意気になってないときに。ちょっと。いや、あなたのと差し入れありがとうございました。ありがとうございました。もみじ祭り期間中もたくさんの差し入れいただきましたね。はい。改めてありがとうございます。皆さんありがとうございました。マロとジュニアでした。でした。またお揃い来て歌いたちましょう。ありがとうございます。